皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、新しいプロジェクトとして 3D プリンターを使って風車を作って風力発電に挑戦していきたいと思います。今日はまず第1弾として発電実験を行ってみました。3D プリンターで風力発電なんて本当にできるのって思われるかもしれません。今回はですね、正直まだわかりません。いつもはですね、ほとんど物になってから、もしくは物になることが確実になってから動画を作るんですけど、今回はですね、動画を作ってご紹介しながら作っていきたいと思います。まあ最悪大失敗する可能性もあります。ただ個人的な思いとしては、なんとなく物にはなるんじゃないかなという実感はあります。いわゆる風力発電のプロペラの形状ですね。ああいう曲線成分が含まれた複雑な形状っていうのは 3D プリンターで作るのが比較的得意な分野に入ると思うんですよね。 3D プリンター以外であの複雑なプロペラの羽を作ろうと思ったら結構骨が折れると思うんですよね。あと DIY で発電することができれば、これすなわち倹約そのものなんですよね。私のチャンネルのコンセプト的に発電っていうのはめちゃくちゃマッチしているんですね。まあ発電って言ってもいろいろあるんですけど、風力発電は正直太陽光発電に比べるとコスパ的にはちょっと厳しいんじゃないかなって気は今からしているんですけど、まあ風力発電の方が太陽光発電より 3D プリンターを活かせる分野がすごく大きいので、今回はコスパについてはちょっと置いておいて 3D プリンターで風力発電に挑戦してみたいと思いました。DIY で風力発電を作ることができれば、屋外とか電源が取りにくい場所での使用だとか、もしくは災害時とかの電源に使える可能性もありますし、あと結構ありがちなのが子供向けの教材としても使える可能性がありますね。あとはプロペラ型って見た目がいいので、エクステリアとしてもいいかもしれません。風力発電ってめちゃくちゃマニア心をくすぐるので語りたいことはいっぱいあるんですけど、長くなってしまうんで実際に作りながらご紹介していきたいと思います。なお翼断面はこちらのようになっています。プロペラの翼断面っていうのは飛行機の翼の形状と基本的には同じなんですね。この断面形状っていうのが性能を大きく左右するんですけど、翼の断面形状っていうのはある程度規格がありまして、代表的なのがアメリカの航空諮問委員会、通称 NACA という機関があるんですけど、この機関が公表している翼断面形状が有名なんですね。なおこの NACA っていう機関なんですけど、あの NASA の前身でもあるんですね。なんとこの NACA 戦前からありまして、今回採用したのが NACA2412 という翼断面形状なんですけど、こちらなんと公表されたのは1933年なんですね。大変古い翼断面形状なんですけど、飛行機の翼の断面としては割とポピュラーな形状です。無事完成しました。今回は縦長の形状なんで、ブリムがないとベッドから剥がれてしまいました。また7個一気に印刷したんで、どうしても次の形状にノズルが行くときにちょっとだけ最後のとこにバリみたいなのが残っちゃうんですよね。こういうのはヤスリで綺麗に落とします。 PLA は硬いプラスチックって言われてますけど、ヤスリは楽にかかるので全然問題はないです。なお今回縦向きに印刷した理由っていうのは、風の流れる方向と積層根を合わせたかったからですね。風っていうのはこっちからこっちにこの翼断面をなぞるように流れるわけです。積層面がこっち向きだったら空気の流れる方向と同じですので、積層根が全く抵抗にならずにスムーズに空気が流れてくれると思います。
先ほどのバリもそうですけど、翼の表面っていうのは可能な限り滑らかにした方が性能が良くなると思います。ちなみに今回プロペラの羽をハブのパーツに取り付ける方法なんですけど、今回はこの100均で売っているハンガーの鉄の針金を使うことにしました。これを切り出して鉄の針金が取り出せるんですね。これを使っていきたいと思います。取り出した針金を適当な長さに切って、こちらの羽に小さな穴が開いてますので、ここに取り付けます。ちなみに羽の枚数も性能を決定的に左右する要因なんですけど、なかなか口で説明するのは難しいので、ここからは実際に実験しながらお話ししていきたいと思います。なお実験はこの扇風機を使っていきます。まずは2枚からいってみたいと思います。なお扇風機の風量は弱です。弱でもすごい勢いで回っています。次は3枚でいってみます。3枚でもかなりのスピードで回りますが、2枚の時よりスピードは遅くなりますね。次4枚で行ってみます。やはり4枚も3枚の時と同様、スピードは少しゆっくりになっているように感じます。ここまでで分かった方もいらっしゃるかと思うんですけど、2枚の時より3枚の時の方が、3枚の時より4枚の時の方が回り出しが軽いのが分かると思います。つまりこれが何を意味しているかというと、羽の枚数が増えれば増えるほどトルクが増してるんですね。逆にトルクが増しているということは回転数は落ちているということになります。ちなみに今回私が発電機として使用しているのがこちらのステッピングモーターというモーターです。こちらは以前から動画で何度かご紹介してるんですけど、ブラシレス DC モーターの一種で、耐久性は折り紙付きですし、回すだけで簡単に発電しますんで、発電機として非常に使いやすいモーターだと思っています。次はこのステッピングモーターを実際に取り付けて発電できるかテストしていきたいと思います。
結局ステッピングモーターの回す抵抗が強すぎて2枚から4枚まで全く回りませんね。回らぬなら回るまで増やせホトトギスということで、こちらの8枚バネバージョンを作ってみましたんで、これで実験してみたいと思います。今回ですね、8枚まで羽を増やすことでなんとか扇風機の風量でも発電できることが分かりました。正直最初からこんなにうまくいくとは思ってなかったんで嬉しい誤算ですね。今回の実験で分かったことがものすごくたくさんあります。まず羽の枚数なんですけど、枚数が少ない方がめちゃくちゃよく回りますね。それは確かなんですけど、今回の設定だとトルクがなさすぎて回転を開始することができないんですね。これだといくらよく回っても意味がないですね。一応セオリーとして羽の枚数は2枚か3枚が一番効率が良くなるみたいなんですね。だから2枚か3枚ぐらいにしたかったんですけど、トルクが足りなかったですね。この8枚の場合は回りはするんですけど、効率は良くないのかなと思います。ただ LED をあれだけ光らすことができるので、まあこれでも実用にならないわけではないような気がしますね。あとは羽の枚数が少ない時の問題点は、たとえトルクの問題を解消したとしても、羽の回転数が半端じゃないことになるんですよね。遠心力がものすごくて、持ってるのが若干怖いぐらいです。回転数が速いということは、その分、各パーツを丈夫に作らないといけないですし、回転してるとこに手とかが入ったら、大怪我する可能性もあります。また遠心力で、羽がぶっ飛んでって怪我しちゃう可能性とかもありますね。このぐらいの大きさの風車だと、2枚や3枚っていうのは回転数が速すぎて、ちょっと、安全性に疑問があるような気がします。あとすごく大事なポイントがあるんですけど、それはこの羽の取り付け角ですね。このように微妙に羽に角度をつけて取り付けないとうまく回らないんですけど、角度ってのが結構絶妙なんですよね。基本的には羽の枚数が多いほどこの取り付け角ってのは大きく取りますね。まあこれは羽の回転数が遅くなるので角度を大きく取らないといけないっていうのは直感的にわかるんですけど、この角度を大きくしすぎると回転した時に抵抗になっちゃいますよね。この最適な取り付け角をうまく把握するっていうのも大事になると思います。羽の取り付け角の問題だとか、羽の内側と外側の速度の差をどうするのかとか、まだまだ語りたいことは山ほどあるんですけど、ちょっと動画が長くなってしまったので今日はこのぐらいにしたいと思います。今後も改良を続けてまた進展があれば動画でご紹介していきたいと思っています。それでは皆さん、さよなら。